住宅街を見回るパトカー。今朝、札幌市北区愛の里の住宅街では警察や市の職員がパトロールや情報収集に当たりました。今朝、小学生の男の子が登校していたところ、マンションの駐車場から反対側にあるテニスコートにかけて歩いていく熊のような動物を見かけたということです。登校中の小学生が目撃したのは午前8時前、札幌市北区愛の里2条6丁目のマンションの敷地内で体長1メートルほどの子熊のような動物だったということです。熊のような動物は近くの住宅街でも目撃され、付近には注意を呼びかける看板が設置されています。北区愛の里4条2丁目の住宅街では昨日午後10時過ぎ、体長2メートルほどの熊のような動物が道路を横切っていったということです。熊のような動物が目撃された2カ所はおよそ1キロ離れた住宅街の一角で、近くには小学校もあるいわゆる生活圏でした。ずいぶんこっちの方まで出てきたのはこっちの方なんですか。気持ち悪いっていうかね、あれですね、早くなんとかしてほしいね。まさかこの辺で、と驚きです。札幌市東区の住宅街では去年6月、ヒグマが出没し襲われた市民ら4人が重軽傷を負いました。今回、北区愛の里地区で熊のような動物の目撃が相次いだことについて専門家は、愛の里はもう石狩川のすぐ横ですよね、もう接してますよね。そこのところまで日常的に熊が出ている条件が去年の6月のあの東区の侵入以降もずっと続いていたと考えられるんですよ。これまでは人間の生活圏で熊が侵入することを遠慮していたのかもしれませんが、侵入してくるということは常態化しているということがこの数年間の傾向だろうと。一方、道など関係機関は昨日、今年度から市街地にヒグマが出没して人命に危害が及ぶ可能性があるときは排除を優先することを決めています。周辺の小学校では集団下校をするなど子どもたちの安全を確保していますが、これまでのところクマの痕跡や新たな目撃情報などはありません。札幌市や警察は引き続き付近をパトロールするなど注意を呼びかけています。